せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日は2017年上半期のベストコスメを紹介していきたいと思います。私が上半期で、結構使ったなっていう商品だったりとか、いやこれ良かったねって思う商品っていうのを紹介していこうと思います。でベストコスなんですけど、クッションとかちょっとスキンケアのアイテムも入れていこうかなって思います。はい、それでは早速見てみましょう。レッツゴー。それでは一つ目はじゃん、このスキンフードのねチークなんですけど、本当の果物のエキスが入ったブラッシャーなんですけど、私はもともとピンク系のチークとかしか持ってなくて、であんまりオレンジ系で使ったことなかったんですけど、この自然な色合いとか、あとやっぱり成分がなんか優しい、肌に優しいっていうのに惹かれてこれ使い続けてたんですけど、結構ね何のメイクにもこうフィットしてくれてすごく使いやすいなって思って、かなりヘビロテしています。でこれと例えばピンク系のブラッシャーチークを混ぜて使ってもすごい使いやすいなって思ったのが印象的でした。2半期ベストコスメ2個目はちょっと2つなんですけど、前にローズメイクアップだったかな、ヴィンテージローズメイクアップっていうのをあげたと思うんですけど、それに使ったこの2つイニスフリーのアイシャドウとあとチークなんですけど、まずねこの色合いが出ちゃったのが本当に嬉しくって、こういうねこの動画見てない人のためにもう一度、こういうなんていうのかな、すごく絶妙なピンクなんですけど、私が大好きなピンクの色なんですよ。こういうのなんかヴィンテージピンクっていうか、ビビットでもなく淡すぎずでもなく、なんかちょっと大人っぽいピンクみたいなのがすごく好きで、これをちゃんと表現してくれちゃったの、このイニスフリーは。でももう買ってからめっちゃつけてるよこれは。でさっきのねオレンジのチークとこれを合わせても使ってます。結構ね系統が違うじゃないですか、オレンジとこういうちょっと紫がかったピンクみたいなのってかなり反対側の色味じゃないですか。でもねちょっとブレンドしてあげるとすごく綺麗につけれたりしてます。なのでこれはお気に入りです。ベスコス3つ目はねこのモノアイズのアイシャドウになります。これはアリタームのモノアイズ G6 番ソーシャルライトっていうお色なんですけど、これはね今つけてるんですけど自然だし、激しすぎないラメがキラキラってなってくれてすごい使いやすい。でこれとこのスキンフードのやつを合わせるともうパーフェクト、上半期パーフェクトっていう感じになってます。結構使ってます。4つ目はじゃん、疑ってかかってたんですけど使ってみたらマジで良かったっていう不老不死のブラウンブラックリキッドタイプね、ブラウンブラックのお色になります。今も使ってるよ。でねこれの良さはすごく芯というか、ね、ブラシがめちゃめちゃしっかりしてるんですけど細いのね、この先端はすごく細くて、こういつもさヒートアイライナー使ってると多分経験したことあると思うんですけど、先っちょこういう風にバサバサになってきたりするんですよね。それが全くなくてこうシュンってなってるんですよ。なんでラインをすごく正確に引きやすい、綺麗に引きやすいっていうのがあります。とってもおすすめです。これベスコス本当にありがとうはい、それではベスコスの5つ目はじゃん、これ結構私上半期すごい使ってたなって振り返って思った、コトンリップラッカーのこれもスキンフードですね。結構私じゃあスキンフードで買い物してたりこういいなって思った商品スキンフードに多かったりするんですよね。これも前ね動画にかなり登場してるのでお分かりかと思うんですけど、これの良さは本当に持続力。これ私が今まで買ったティントとかもう口紅とかそういうのの中でダントツ1位で消えないティントというかリップラッカーになります。本当に消えないです。なんで結構念入りに落としてあげないとついちゃうんですけど、でもやっぱり大事な時なんかこう長時間お化粧直しできない日とか、めんどくさい日とか
ていうのはこれは本当におすすめで、少量塗ればそこまで濃い色じゃなく表現できるので、ガッツリ塗っちゃうとね、これかなり濃い色なのでちょっとあれなんですけど、そういう点もすごい使いやすいなって思いました。6個目はね、これは本当に胸を張って言いたい、じゃーん、ジョージオアルマーニパワーファブリックっていうあのファンデーションなんですけども、これは本当に私これ使ってから他のファンデーションだったりとかクッションファンデっていうのをあんまり使わなくなりました。たまにはもちろん使うんだけど、でもね、これの表現力はすごいなって思うんですよね。マットすぎず、ちょっとセミマットではあるんですね、あの質感が。でもちゃんとねツヤも出てくれるし、だからといってこう着たりとかあんまりしないですし、すごい気に入ってます。これね、魅力的なんですよねそうで、なんだろうな、薄くも使えるししっかりメイクもできるしっていう感じで、舞台の時、私あのポールダンスとかでこう発表会的なのがあった時にもこれ使ったんですけど、よれてもねすごいいい感じにこう汗とか出てくるじゃないですか、皮脂とか。でもこうぐちゃってなんないんですよね。それはすごく好きでした。7個目はこれをね、さっきのファンデーションをどうやって塗るかっていうと、やっぱり動画に何回も登場してるからきっとみんなわかるよね、このウェッジパフ、スキンフードのものです。またスキンフードだね。これ自体でもめちゃめちゃいいんですけど、水含めたりして使っても。でも最近すごいよれにくい方法っていうのを見つけたので、それはこれを冷蔵庫に入れておくので、冷蔵庫に入れてさっきのファンデーションを冷蔵庫に入れても、そんなガチガチとかにならないじゃない。だからまあちょっと冷たいかなぐらいのスポンジでお化粧するとめちゃめちゃ化粧持ちがいいっていうことに気づきました。なのでそれをやってからさらにまたハマっているこのウェッジパフなんですけど、上半期は本当にこの子と共にお化粧してきたなっていう感じがします。おすすめです。8個目はまあちょっとアイテムになっちゃうんですけど、このエチュードハウスのこの泡立て器あるじゃないですか、こうやって泡立てるやつ。これ私分かんなかったの、なんだろう、他のメーカーさんのやつとかできっと使ってる方いらっしゃると思うんですけど、多分それもすごいいいんだろうね。でも私はあのこれしか使ったことがなくて比較ができないので何とも言えないんですけど、これを使ってから本当に洗顔が楽しくなったし、清潔に保てるし、もう今までなんで私使ってなかったんだろうって思うぐらい、すごく買ってよかったな、使ってよかったなって思って、自販機かなり重宝してる商品になります。おすすめ。はい、9個目はじゃじゃん、このイニスフリーの T3 の It's Real Squeeze Mask なんですけど、これはね、私さっきからあのちょっとトラブルができやすいって言ったじゃないですか、お肌に。救世主って感じです。なんで私はやっぱりトラブルができやすくなってからは、そういうトラブルができた時の駆け込みアイテムみたいな、なんかこれに頼っておけばまあ長くは続かないねトラブルっていうようなアイテムを自分の中でキープしておくんですけど、それが一つがこれ、このイニスフリーのね、あのマスクっていうのは前からずっと使ってたんですけど、でもいろいろ他の種類とかも試してみて、やっぱり一番自分の肌に合ってるのは T3 だなって思って、上半期めちゃめちゃ使ってます。10個目もね、これもお肌系なんですけど、前にねこの単独の動画作ったことあるんですけど、トラブル肌になった時にマジでこれは助けられてる、ビジャシカバームっていうイニスフリーのものなんですけど、トラブルラインです。で私今ももちろんキビとかあるし、全然なんかパーフェクトな肌とかじゃ全然ないんだけど、でもやっぱりこのニキビをどれだけ広がらないようにというか、もっと炎症が起きないようにとか、できるだけ早く静まるようにっていうのをいつもこう心がけるようにしてるんですけど、それに必要なのはこれです、私にとってはね。なのでこれは結構おすすめのアイテムです。それではベスコスの11個目はね、この間買い足してきた、じゃーん、ホホバオイルです。これは顔、体、髪全部につけてますすごい重宝しますよ、これ使いやすいし、
ピュアだし、私はね荒れたことないですし、マッサージ、その体のマッサージする時とかにも使えるし、髪にももちろん使えるし、こうお化粧水とかと混ぜて保湿に使ったりもできますし、すごく軽いオイルなのでまた使いやすいなっていうのが上半期のフェスコスです。12個目はね、これね、私7月のお気に入りにするか上半期に入れるかで迷ったぐらいなんですけど、購入してからはそこまで日に月日が経ってないんですけど、でもこれめちゃめちゃ良すぎて、もうこれはベスコスに入れようと思いました。これがね、なんか台湾の、香港だったか台湾のこう液体なんですけど、ファフンベクワユホエヒンパックイエオマニファクチュリーリミテッド、まあなんていうかわかんないの、なんていうのかもわかんないの、ハッカ油、ハッカ油、ハッカ、あれかな、ハッカってなんかアメコとかで前食べたそういうやつなのかな、わかんないんだけど、とりあえず筋肉痛になった時とか、あと頭痛が、私片頭痛がすごくあるタイプなので、そういう時とか、あと首こりとかそういうのにこう少量でいいんですけど、ちょんちょんって指につけて、こういうところをこうクリ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 ってマッサージしてあげるのね。例えばこういうところとかもそうで、あとは筋肉痛があった時とかに普通につけて、そんなに大量につけるとね大変なことになるので、本当にちょっとだけでいいんだけど、つけてマッサージしてあげるとその日すごく快眠できるんですよ。眠りが良くなりました、これつけてから。なんで少量で塗ってマッサージしてあげると、さーってなんかね、さーって抜けてくの、なんかがこれちょっとぜひ試してみてほしいんだけど、どうだろう、韓国だとねオリーブヤングで売ってました、オリーブヤングで売ってたんですけど、日本だとどうかな、ぜひ Amazon とかで探してみてください。こちらです。あとはラストの13個目はで、ベスコスのあれからちょっと外れちゃってんだけど、上半期のお気に入りみたいになっちゃってるんだけど、このサングラスがお気に入りですこれはね、どこで買ったかっていうと、トンデムの夜市場、卸の市場で買ったんですけど、こんな感じのベスコスになります。はい、ちょっと長くなっちゃったんですけど、皆さん飽きてないですか、大丈夫ですかそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。ちょっと待って、インスタグラムとあとツイッターの方もフォローの方お願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひお願いできたら嬉しいです。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。